いつもご視聴いただきましてありがとうございます。前回の動画で私が左利きの話をしましたが、実は左なのは箸や歯ブラシの口にするものだけで、他は右といった珍しい両利きというか二刀流の竹千代です。よろしくお願いします。多分小さい頃から食い意地が張ってたため箸は治らなかったんだと思います。さて今回は静岡県伊東市にあります超有名なラーメン屋さんの究極のラーメン吉田屋さんにやってきました。こちらは誰もが聞いたことある有名なお店出身の家系のラーメン屋さんです。伊豆半島の家系ラーメンの老舗とのこと。では行ってみましょう。お邪魔します。店内に入るとすぐに券売機があります。混んでる状況だと券売機って変な焦りが出ませんか？自分だけかな。ちなみにラーメンの種類ですが、上から醤油、塩、味噌の3種で、普通、中盛り、大盛りのラーメンかチャーシュー麺を選ぶだけなので、焦って目的と違うものを押す心配はなさそうです。またトッピングで卵、海苔、キャベツ、ほうれん草があり、ライスの小中大に餃子とおしんこと、右端には油そばもありました。店内はカウンター12席と4人掛けテーブル2つの合計20席になります。卓上サービスはこんな感じ。ニンニクと豆板醤は必須アイテムですね。醤油味のチャーシュー麺1050円にプラス100円の海苔増しで合計1150円になります。インパクト絶大のラーメンです。毎度のことですが麺固めでお願いしてます。この歯切れのいいもちもち食感の麺は何度食べても飽きがこない中毒性があります。続いてはインパクト絶大のチャーシューです。とろって柔らかいのに程よい厚さのおかげで食感もよく味付けも最高でとっても美味しいです。こっそりとおしんことライスのショーも注文してました。おしんこもとっても美味しいのですが、ラーメンに海苔トッピングをした狙いはこの食べ方がしたいという理由がありました。言うまでもなく最高です。続いては塩ラーメンの中盛りにほうれん草増しのトッピングで合計1000円になります。塩ラーメン好きとしては食べておきたい一杯です。こちらも麺固めでお願いしました。先ほどの醤油もそうですが、今回の塩にしてもスープの味付けが濃いめなので麺にしっかりと絡んで最後まで美味しくいただけます。醤油味も美味しかったのですが塩味も最高です。次回は味噌味も食べてみたいと思います。続いてはトッピングのほうれん草です。スープとの相性も良く安定の美味しさです。またこの卵もしっかりと味が染み込んでおりとっても美味しいです。ある程度食べたところで味変でニンニクと豆板醤を投入します。ニンニクのパンチ力と豆板醤の辛みがさらなる食欲をかきたてます。しっかりとスープになじませたら残りを一気に食べちゃいます。激うまです。最後は餃子350円です。あんは細かく刻まれて柔らかく、もちっとした皮との相性もよくとっても美味しかったです。お店を出る頃にはかなりのお客さんが順番待ちをしていました。こちらは平日でも昼頃にはかなり混みますので早めの来店をお勧めします。今回の動画が少しでも気に入っていただけたのであれば、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次回動画でお会いしましょう。ラーメンも餃子もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。